世界ミステリーチャンネルへようこそ。今回お送りする動画はユダヤ人と金と題して、ユダヤ人がなぜお金に強くなったのかを紹介していきます。都市伝説や陰謀論の話題でも名前の上がるロスチャイルド家、彼らは近代商業銀行の祖とも言えますが、ご存知の通りユダヤ人です。皆さんもおそらくはユダヤ人がお金を操ることに長けていると漠然とは知っているかと思いますが、果たしてなぜユダヤ人はお金に強いのか、今回はその謎の答えを解説していきたいと思います。なお今回の動画は前編となり、主にユダヤ人の歴史がメインとなります。しかしこのバックボーンがあったからこそのユダヤ人と金という話になるので、ぜひ最後までお楽しみください。それではどうぞ。世界の経済の歴史を見てみると、必ずユダヤ人の存在が出てくるかと思います。彼らは長い間、国家を持たない放浪の民だったため、強大な国を作り、その国が世界の経済を支配したというような時期はありません。しかし、巧みな金融、ビジネススキームを持って、世界の国々の経済の中心となってきました。長い歴史の中、ローマ帝国や大英帝国といった経済大国は幾度となく登場していますが、その裏には必ずユダヤ人の存在があったんです。また、キリスト教やイスラム教がユダヤ教から派生したことからもわかる通り、思想の面においても大きな影響を与えてきました。それではなぜユダヤ人は古代から現代に至る長い期間、世界の経済や文化の中心となってきたのでしょうか。その謎を紐解いていくために、まずはユダヤ人の歴史を簡単に紹介していきましょう。ユダヤ人は旧約聖書によれば、人類の祖であるアダムとイブの子孫ということになっています。史実では諸説ありますが、紀元前2000年頃、民族の始祖アブラハムが現在のイラク南部にあたるメソポタミアのウルから部族を引き連れカナンの地に移住したことに始まります。このカナンでは遊牧などをして暮らしていたのですが、ヘブライ人とも呼ばれるその語源は、一説には渡り歩く人という意味もあるそうです。その後、飢饉などの理由から紀元前17世紀頃になるとエジプトへ集団移住していきました。しかしその地で彼らは奴隷となってしまったんです。紀元前13世紀頃になると預言者モーセが登場し、彼に導かれてエジプトを脱出。こうして神から与えられた約束の地と信じられたカナンにたどり着き、先住民のカナン人やペリシテ人を駆逐・同化させ、ここに古代イスラエル王国を築いたのでした。イスラエル王国初代の王サウル、2代目の王ダビデに続き、3代目の王ソロモンの時代には貿易なども行い、富を集め、栄華を極めた時代となります。この頃、一説には人口500万人を誇ったとも。しかしそのソロモンが亡くなると、国は北のイスラエル王国とユダ王国に分裂。これによって双方の国は弱体化し、紀元前721年にはイスラエル王国がメソポタミアのアッシリアに敗北。ここで部族が追放され、いわゆる失われた十氏族というものが出てきました。そしてユダ王国の方も紀元前586年、新バビロニア王国によってエルサレムと第一神殿が破壊され滅ぼされてしまいます。しかしユダ王国のユダヤ人は奴隷としてバビロニア王国に連れて行かれたことで滅亡を免れることができました。これがいわゆるバビロン捕囚というものです。この出来事以来、ユダヤ人は放浪の民となっていくのでした。その後、紀元前538年になると、ペルシア帝国が新バビロニアを滅ぼし、オリエント世界の覇権を握ると、ユダヤ人は解放され、パレスチナへ帰還することができました。こうして帰還したユダヤ人たちは、エルサレム神殿を再建し、ユダヤ教の立法を整えていきます。この立法が現在のユダヤ教の基本となるものだとされているんです。続いて、紀元前後の話。紀元前37年には、ローマ帝国の後ろ盾を得たヘロデ大王によってイスラエルにヘロデ朝が誕生。このヘロデ朝の時代にはユダヤ人の中から新しい思想を唱える者が登場したのですが、それがナザレのイエス、イエス・キリストでした。ヘロデ大王が紀元前4年に亡くなると、その後の王朝は代を重ねるごとにローマとの関係が悪化していきます。
当時ユダヤ地方はローマの直轄地で、ローマ帝国は基本的に非支配民族の文化を尊重していました。しかし、多神教文化であった地中海世界で、一神教を信奉するユダヤは特殊なもの。そのため、支配されていたユダヤ人のローマへの反感が高まっていったんです。こうして、紀元66年にユダヤ戦争が勃発し、70年にはエルサレムが陥落。ユダヤ人は再び国を持たない民族となり、1948年のイスラエル建国まで放浪の民となったのでした。ここまでユダヤ人の歴史を流して話してきましたが、その歴史を通してユダヤ人はあらゆる土地で少数派、異教徒であったため、迫害や追放という憂き目にあってきました。例えば十字軍遠征の際にはユダヤ人居住区が襲撃されましたし、13世紀のイギリスではユダヤ人が追放され、他の国もそれに倣って同じことをしています。また追放されなかったとしても、彼らはゲットーと呼ばれる居住区に押し込められ、市民権が制限されてしまうこともありました。こうしたユダヤ人だったからこそ身につけたものが、お金を操る力です。彼らは放浪の民と言われるだけあり、自分たちを受け入れてくれる場所を求め、世界中をさまよっていました。放浪することで各地域の情報をたくさん入手し、その地域その地域に同胞が出来上がっていくので、ネットワークというものが構築されていきます。ユダヤ人の商法において、このネットワークこそが最大の武器となっているんです。さらに国を持たないことによって、それぞれの国を第三者視点で見ることができました。そのため各地の文化やものを別の国に伝えるということも可能に。例えばアラビア数字を普及させたり、インドの計算方法をヨーロッパに持ち込んだりといったように、こうしてユダヤ人たちはこの特技を生かし、世界の金融システムを構築していくこととなるのです。いかがでしたでしょうか。ユダヤ人と金の前編をお送りしました。今回は主にユダヤ人の歴史がメインとなりましたが、放浪していたからこそ情報が手に入り、それを商売に生かしていたというお金を操った方法が少し分かったかと思います。次回の後編の動画では、古代のユダヤ人が実際にどのような商売をして、どのような理由でお金を操る力を身につけたのかを紹介していきます。どうぞ後編もお楽しみに。それでは今回はこの辺で。今回お送りした動画も何かのお役に立てていただければ幸いです。